では株式会社フロムソフトウェアの藤巻亮さんに登壇を行っていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。拍手でお迎えください。はい、それでは講演を始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。本日はフロムソフトウェアの世界観を支えるキャラクターアーティストの仕事と題しまして、我々フロムソフトウェアのアーティストがどういったこだわりを持ってキャラクターを制作しているかといったお話をさせていただきます。1時間半もありますので、どうぞリラックスしてご覧いただけましたらと思います。まず簡単に自己紹介をさせていただきます。私、株式会社フロムソフトウェアの藤巻と申します。ゲーム会社に勤めて10年ほどになります。ZBrushはバージョン 3.1 から使っていますので11年ぐらいでしょうか。現在は主にキャラクターモデルを中心にディレクションをしています。日常的に ZBrushを使いこなしているというよりは、使いこなしているスタッフたちをサポートするという立場の人間です。本日の講演はこんな感じになっています。まずフロムソフトウェアの ZBrush リオレをご紹介します。製品とスカルプトモデルのご紹介をいたします。次にキャラクターの魅力を引き出す工夫について実例と実演でご紹介をさせていただきます。こちらは弊社製品と関係のない題材でご説明をしたいと思います。またご質問も大歓迎ですので、途中で何度かお尋ねしようと思っております。何かございましたらぜひご質問をお願いいたします。早速ですが、フロムソフトウェアでの ZBrush の利用例といたしまして、どういったスカルプトモデルが制作されているかご紹介していきます。弊社のことをご存じない方もいらっしゃるかと思いますので、製品とともにご紹介をしたいと思います。まず近年でご好評いただいておりますダークソウルシリーズです。登壇している私も開発に携わっております。グラフィックスの傾向といたしましては、どちらかといえばフォトリアルで、ハイエンドのコンシューマー向けタイトルとなっております。ファンタジーな世界観ですので、現実にない独特な世界観や生物を表現することにこだわって制作されました。シリーズ最新作であるダークソウル3からゲームエンジン内のスクリーンショットとスカルプトモデルをご紹介します。まずプレイヤー装備に関しましては、ヨーロッパの甲冑や服をベースにしているものが多くなっています。ただ現実にあったそのままのものではなく、フロムソフトウェアなりの解釈をしてアレンジをしています。そして過酷な世界観を表すような味付けをしています。こういった部分でも ZBrush は私たちの制作に大いに役立っています。こちら騎士装備のゲームエンジン上の画像です。こういったリアルとファンタジーの中間を狙ったような鎧では ZBrush が大変活躍しました。実際の鎧を参考にしつつ独自の解釈を混ぜています。新品ではない使い込んだ鎧の表現というのも ZBrush の得意とするところだと思います。過酷な世界観を表現するために鎧の劣化のさせ方にこだわっています。こちら兜の部分のスカルプトモデルになります。様式としては中世ヨーロッパですので、甲冑も職人の手作業で作られていることを意識して制作されました。ただし、リアルな甲冑よりも厚みなどを強調してありまして、ゲーム内で見栄えのするモデル造形というのを目指しています。また、メンテナンスしきれないほどの激しい利用というのを想定しまして、損傷を強く表現をしています。このあたりとか、特にアーティストのこだわりが出ているところなのかなと思ったりします。こちらは肩のアーマーですね。兜と同じように職人による手作業をイメージし、面の微妙な歪みを表現しています。ゲームモデルでは特にエッジの情報量が重要になってきますので、
構造上問題のない部分ではエッジのディティールをかなり強調した、あえて強調しているモデルになっています。こちらはミルウッド騎士というキャラクターです。先ほどとは異なり北国をイメージした騎士です。敵キャラクターとしても登場をしています。体格が良く、さらに厚着をしているような様子を表現していますので、このようにボリューミーな感じになっております。至るところに文化圏を想像させるような模様が施されておりますが、これも G ブラシで行っている部分が多くなっています。こちらがスカルプトモデルになります。がたいが良く厚着というイメージを表現するために、密度感のある構造を目指して制作されています。衣服や装備が重なってできる隙間などにも、そういったこだわりが現れています。こういった隙間がゲームモデル上ではかなり見栄えがしますので、重要なこだわりのポイントになってきています。また、異なる素材が混在していますので、それらをなるべく造形で表現できるように努力をしていまして、その表現のためにチェーンメールではナノメッシュ、スカートではディスプレイスメント、毛皮ではファイバーメッシュなど、Gブラシの機能をふんだんに利用しています。次に、エネミーについてご紹介します。エネミーはゲーム内でプレイヤーの障害となり、プレイヤーを恐怖に陥れる存在です。弊社のゲームでは大変敵キャラクター、エネミーというのが強敵な場合が多く、そういったような存在となっています。であるがゆえに、倒した時に達成感を得られる強敵だと感じてもらえる、そんな見た目じゃないといけません。そして世界観を広げて、また深めるための役割というのもエネミーが担っています。ここでも G ブラシの表現力が大きく貢献をいたしました。まずこちら、神くらいのエルドリッチというキャラクターです。人間の下半身に蛇のようなものがついている、そんな構造になったキャラクターです。人間の部分は美しく、下半身はおぞましくというギャップのあるコンセプトを重視したキャラクターとなっています。こちらがスカルプトモデルです。上半身の人間の部分の繊細さを表現するために、マントの模様などにも詳細なディティールが施されています。こちらは G ブラシにてハイトマップを使用して制作がされました。繊細な印象の上半身に対して下半身がおぞましい造形となっている、そういったギャップを生むために、繊細な表現というのが G ブラシで行えることが大変強みであると感じています。こちら、闇くらいのミディールというドラゴンです。ダウンロードコンテンツの隠しボスというような位置づけのキャラクターであり、実際にとても強い敵です。激しく動き回ることを前提として、通常のドラゴンよりも関節の可動域が広く取れるような構造になっています。こちらがスカルプトモデルです。鱗の形状や流れなどにかなりこだわって制作をいたしました。特に顔や腕はゲームの中でも大きく画面に映りますので、ここに映っています顔は特に詳細に作り込んでいます。また、ただの鱗ではなく、岩のような素材との融合をしているところも特徴でして、これによって独特な造形というのを目指して制作がされました。こちらはサリバーンの獣というキャラクターです。プレイヤーを背後から襲う凶暴なキャラクターとして描かれています。大きく裂けた口とそこに並んだ牙というのが印象的になるようにしました。爪の鋭さや毛並みの荒々しさなど全体的にそういった凶暴な印象が出るようにこだわっています。こちらがサリバーンの獣のスカルプトモデルとなります。頭部や胸などの異形な部分が目立つように造形がされています。牙も口も微妙に歪みがありまして、
それによってまがまがしさを表現しているつもりです。また生物としての説得力を持たせるために骨格や筋肉の構造をもスカルプとしてあります。それもご覧いただけるかなと思います。こういったいびつなキャラクターにこそそういった部分に力を入れることで説得力を持たせつつおぞましいキャラクターが作れるということでいつも取り組んでいます。こちらはデーモンというシンプルな名前のキャラクターです。燃えた体で大きな武器を振り回す、まあ、見た通りの敵となっています。そのため、芯のある力強い印象をモデルで表現する必要がありました。そして、頭部が複雑な形状をしているというのも特徴かなと思います。こちらがスカルプトモデルです。頭部は複雑な形状なのですが、頭からの流れのある角の造形をすることによって、ごちゃごちゃとした印象をなるべく整えるように考慮して制作がされました。こちらも先ほどのサリバーンの獣と同様に、いびつな形状であるからこそ骨格や筋肉の説得力というのを忘れないようにしています。木のような素材の体ですので、その素材のテイストというのを活かしながら骨格や筋肉のディティールを作っています。こちらはデーモンの老王というキャラクターです。地底の奥深くにいる炎やマグマのような印象のキャラクターです。名前にもありますように老いた印象でありつつも、どこか威厳のあるような造形となるように意識して制作がされています。こちらがスカルプトモデルです。先ほどのデーモンと要素としては似ている部分があるのですが、造形自体は全く異なるものになっています。特に胸に大きく開いた空洞ですとか、筋張った体の造形といったところによって、老いて朽ちかけているというキャラクター性のある造形というのを目指しました。体のディティールは木の皮が剥げたような、そんなものになっています。これは年をとって枯れている表現であるとともに、シルエットを単調にしないためのアクセントにしています。ここまでがダークソウル3からのスカルプトモデルのご紹介でした。次にご紹介しますのは、赤狼シャドウズ・ダイ・トゥワイスです。こちらもダークソウル3と同じく、ハイエンドのコンシューマー向けのタイトルとなっています。和風のアクションゲームとなっておりますが、架空の設定の戦国時代ということで、現実にない独特な表現も行っているタイトルです。昨日発売したばかりですので、よろしければお手に取っていただけましたらと思います。ただ本当に発売したばかりですので、本日あまり多くはご紹介できないことをご了承ください。こちらは主人公である狼という忍びが、薙刀を持つ破壊僧というキャラクターと戦っているショットです。狼の左腕は忍び義手というギミックのある腕になっています。ここではその義手を使って斧を振り下ろそうとしているところですね。こういったようなアクションが繰り広げられるゲームとなっています。こちらは敵の足軽と戦っている様子です。こういったハードなアクションが繰り広げられることもあります。ここでも忍び義手が特徴的になっているかと思います。また足軽が着ているような日本の甲冑というのも先ほどの西洋甲冑とは異なり、紐のディティールなど特徴的でして、また異なる面白さのようなものを感じながら制作が行えました。こちらは敵の侍大将というキャラクターのスカルプトモデルです。日本の甲冑というのは本当に西洋甲冑とは違う構造になっておりまして、また違う魅力もありまして、
大変面白いなと思いながらスタッフが制作をいたしました。現行機のコンシューマーで和風のテイストのグラフィックスを制作するのは弊社にとって初めてのことでしたので、全く新しい挑戦と言っても過言ではありませんでしたが、魅力的なディティールにするために研究を重ねてまいりました。特に板の重なりですとか紐のディティールなどにはこだわりを詰めています。そして最後に、こちらが今までお話ししてきた狼の忍び義手のスカルプトモデルとなっています。ゲームモデルだけでなく、ティザームービーにも使われたものになります。フロムソフトウェアとしては、久々に主人公らしい主人公がいるゲームですので、その特徴であるこの忍び義手は特に力を入れて制作がされました。指などは関節ごとに動かせる構造が表現されていますし、紐によって人間の手の動きを可能とする構造というのも盛り込まれています。戦国時代で自由に動かせる義手というのはどう考えてもファンタジーなものですが、そこになるべく説得力を持たせられるようにと我々のロマンを詰め込んであります。義手の付け根のあたりはこんな感じになっています。こちらは Z ブラシの様々な機能も利用して制作がされています。主に付け根の鎖片びらにはナノメッシュ、紐のほつれにはファイバーメッシュ、布の質感にはディスプレイスメントマップなどが使われました。こちら軽く動画を撮ってきましたので、こちらが忍び義手の実際のモデルとなっています。こちらの付け根のあたりのメッシュに今からナノメッシュで、左上のナノメッシュのブラシで鎖片びらを作っていきます。これは本当に簡単にラフに作ってますので、実際のものとは異なりますが、こういったもので弊社としては様々な機能を使ってディティールアップというのを行っています。ナノメッシュのモデルはこんな感じになっています。簡単に誰でも作れるものかなと思います。ショープレイスメントを外せば、これで、はい、ダミーのポリゴンが消えまして、鎖片びらになりました。次に、この紐の部分ですね。すでに細かく巻かれているんですが、もう少しディティールが欲しいということで、こちらにファイバーメッシュでディティールを追加していきたいと思います。ライトボックスからファイバーのテンプレートがたくさん選択できますので、こちらを利用していきます。ちょっと長すぎますので、長さを短くしましたら、もうすでにこれで形状としてはかなり精度の高いものができています。色がいりませんので抜きまして、もうこのようになります。ほつれた、使い込んだような、紐のほつれですね。紐のほつれができたのではないでしょうか。アップして見てみても十分に画面に耐えうるかなと思います。はい、こういった形でティザームービー用でもこのスカルプトモデルが利用されました。以上がフロムソフトウェアのタイトルとスカルプトモデルのご紹介でした。弊社での利用例のご紹介は以上となります。それではここから作例の解説パートに入りたいと思います。作例の解説パートは、作例をもとに解説をしながら操作画面も交えます。作例は2つご用意をしてきました。作例は、フロムソフトウェアの製品とは無関係なものとなっています。弊社のキャラクターアーティストチームでは、長い残業は推奨していません。
それよりも自分の能力を伸ばすための活動をしようという方針でして、作例はその活動の一環として個人的に作られているデータとなります。そういった取り組みによるものですので、製品の例を使うよりも解説しやすい、お伝えしやすいという題材になっていると思います。ということで、一つ目の作例についてご紹介をします。こちら、いわゆるワイバーンです。ターンテーブルも作ってきました。こんな感じのモデルになっています。ワイバーンといえば、翼と腕が一体化したドラゴンですね。腕も翼も両方ついているドラゴンと比べると、ワイバーンは小さくて知能も低いというのが一般的なイメージなのかなと思います。このモデルもまさにそのイメージで制作をいたしました。そこに特徴として加えたのが多数のひだやトゲです。特に首周りに多くのひだをつけてありまして、これが特徴となっているつもりです。おそらくアニメーションした時にはきっとシミュレーションが入りまして、このひだが揺れてより印象的な絵になってくれるであろうという想定です。私はゲームやゲームのアーティストですので、どこから見てもかっこいいモデルというのを一応意識して作っているつもりです。こちらの例を持ちまして、どういうことに気をつけて、どういうことを考えてキャラクターを作っているのか、その一部をご紹介していきたいと思います。このワイバーンの作例では、これらのお話をしたいと思います。一つ目、印象に残す造形をするためのコツというお話。二つ目、スカルプトリスプロをどのように活用しているかというお話。三つ目、それらを踏まえて最後にちょっとだけ実演の画面も映します。それでは、まずは印象に残す造形の話です。私はゲームのキャラクターアーティストですので、実際のゲームプレイの中でいかにキャラクターが魅力的に映ってくれるかということにこだわっています。特にアクションゲームではキャラクターもプレイヤーも常に動きますから、キャラクターがどのくらいの大きさや角度で画面に映るかというのが全く不確定です。そんな条件においても魅力的で印象に残る体験を提供しないといけません。そこで印象に残す造形としてこの3つの要素を重要視しています。1つがアウトライン、そして影、最後に色の明暗。これらの要素によって印象に残す造形というのが成立すると考えています。1つずつ見ていきましょう。アウトラインというのは、シルエットと言い換えていただいても構いません。この画像のようにキャラクターを単色で塗りつぶした時にどう見えるかという話です。私たちがアウトラインで意識するのは大きく4つです。1つ目がキャラクターの特徴を出す。アウトラインだけでキャラクターの特徴が出ていないとアクションゲームのコンテンツでは見栄えがしにくいと考えています。もちろんそれに限って、そういったことばかりではないですが、そういったことが多いというふうに思っております。キャラクターの印象を強く残すためには、このアウトラインにこだわるのが効果的です。アウトラインだけでも強そう、怖そうといったような狙った印象が出ているかどうかを、このアウトラインを見ながら考えます。印象が足りていない場合にはディティールやシルエットに手を加えてアウトラインを見ながら印象を寄せていきます。二つ目がアウトラインの単調すぎる部分を潰していくことです。直線すぎたり同じディティールが続いたりしますと単調な造形に見えがちです。そういった部分にはディティールを追加したりディティールに変化を加えたりすることになります。尻尾などもどうしてもディティールが続きがちなところは若干の歪みやランダム感を加えればいいと思います。3つ目がごちゃごちゃさせすぎない。
ディティールが多すぎてシルエットがよくわからなくなってしまうケースがあると思うのですが、まあ、あえてやっている場合はもちろんそのままでいいのですが、そうでなければディティールを間引くことでアウトラインに緩急をつけます。そうすることでキャラクターの印象が整理されて伝わりやすくなるかなと考えています。4つ目が骨格の流れを感じるように。このワイバーンの場合、頭から尻尾の先まで骨格の流れをアウトラインだけでも感じ取ることができると思っています。ディティールを加えていると骨格の流れが見えにくくなってくることが私たちもよくあります。骨格の流れが見えてこないと生物としてバランスが悪く見えがちですので、そういった時にはアウトラインを見ながら調整をすることで、より生物としての魅力というのを感じる骨格にしていくことができると考えています。次に影です。画像はシャドウだけ、影だけをレンダリングしたものになっています。ハイライトがないですが、それでも影によって造形がわかると思います。私たちが影で意識するのは大きく3つです。一つ目が、造形は影によって強調されるということです。造形が影によって認識されるというケースはとても多いと思っています。影がある部分とない部分というのは、当然明るさが大きく異なりますので、そこにコントラストができます。コントラストができると、そこに人間の目は自然と向くようになります。このコントラストがしっかりと出るほどに造形がわかりやすくなります。逆に言うと、どんなに造形が素晴らしくても、影ができなければコントラストができずに、ディティールがよく見えないということが起きえます。二つ目が、隙間や段差を意図的に作るということです。影が落ちるためには、隙間や段差がもちろん必要となります。その隙間や段差を意図的に作っておくということが必要という話です。この例の場合は特に首のあたりはディティールが多いのですが、影が落ちる隙間が作ってありますので、ひだのディティールが認識ができるようになっているかと思います。また、ドラゴンの翼というのは全体で一つの塊に見えがちなのですが、このように中央に段差を作ったことで、影が落ちて情報量が上がっているかなと思います。隙間や段差を意識すると、こういった効果を意図的に作ることができます。三つ目が、質感を見せたい部分は逆に影を抑えていくという話です。影は造形を見せるためには効果的なのですが、質感を見せるのに役に立ちにくいことが多いですね。そのために、全体が影だらけ、段差だらけですと質感が伝わりにくくなってしまいますので、質感を見せたいポイントについては、影ができにくいように配慮をして造形をしていると、質感を見せやすくなると思います。このワイバーンの場合は、翼の膜ですとか、尻尾、肩などには質感が出るように、あえて段差などを少なくして、影ができにくくしています。こういったことを意識しまして、影を意図的に効果的に利用していく、というので、キャラクターの造形を引き立てていただきたいと思っています。こちらがハイライトと色も含めてレンダリングをしたものです。ここまでにご説明したアウトラインと影という話を意識しておくことで、レンダリングされた場合でもキャラクターの特徴が伝わりやすくなるんじゃないかなと思っています。特にこういった引いたカメラであれば、キャラクターの印象を表現する要素としては、アウトラインと影の効果がかなり支配的だろうと思っています。アクションゲームのキャラクターとしては、このカメラぐらい引いた位置からの印象にも十分にこだわりたいと思って制作をしています。Z ブラシでは造形がかっこよく見えているのに、実際にレンダリングされたりゲームで動いたりすると、まあ、あまり見栄えがしないということがよくあるんじゃないかなと、弊社でもよくあるのですが、そういった場合には、ここまでの話のどこかに解決策があるというケースが多いと思っています。
最後に色の明暗です。画像は少し誇張してありますが、角やトゲに明るい色が入っているのがお分かりいただけるかと思います。ここで意識するのは大きく2つです。1つ目、コントラストで視点を誘導する。色の明暗というのは視点がフォーカスするポイントを操作できます。先ほど影ができる部分はコントラストができて目を引くと言いましたが、それと同じことが色の明暗にも言えます。もしベースが暗い色であるなら、視点を集めたい部分に明るい色を配置することで、その部分により注目してもらいやすくなるかなと思います。造形の末端の色を変えることで形状をわかりやすくする効果もあります。この Y 版の場合だと、このキャラクターは大きな角とたくさんトゲのあるキャラクターだということが伝わりやすくなるような配色をしています。特にアクションゲームにおいては、こうしたキャラクターの特徴というのが、そのままゲーム内での攻撃などの特徴にもなりがちですので、そこにそういった特徴的なディティールに意識が向くように誘導するというのは、快適なゲームプレイにもつながると考えています。二つ目、造形と色を紐付けて考えるという話です。色をつけるには理由があった方がやりやすいですので、どこに明るい色を置くかというのをあらかじめ考えながらディティールを作っていけますと、スムーズにフィニッシュまでいけるのかなと思います。この場合には末端に明るい色をつけたかったので、トゲのディティールをあらかじめ末端に配置していました。そういった意味でこの色の明暗というのをあえて造形の項目に含めています。印象に残す造形のコツについて簡単にまとめておきます。狙った印象を伝えるにはアウトラインでキャラクター性を固める、影を使って目を引く造形を作る、色の明暗で視点を誘導する、この3点を意識することで、特にアクションゲームのキャラクターとして動いても見栄えのするキャラクターというのを作ることができると考えています。それ以外のコンテンツでもきっとどこか活かせる部分があるのではないかと思っています。そしてスカルプトリスプロが楽しいという話です。実はこの作例の Y 版はスカルプトリスプロとデシメーションマスターだけを使って、まあだけという言い方が少しあれですが、を使って作られています。サブディビジョンも G リメッシャーもダイナメッシュも使っていません。もちろんその都度最適な機能を選択すればいいわけなのですが、今回のようなシンプルなクリーチャーであればスカルプトリスプロを使わないのはとてももったいないと感じています。もし ZBrush Core をお使いの方でクリーチャーを作られている方がいらっしゃるようであれば、スカルプトリスプロのためだけにでも通常版にアップグレードする価値があるとお勧めしたいところです。当たり前だと思う人もいるかもしれないですが、どう使っているか少しだけご紹介をしたいと思います。まず、普通のブラシだとこうなります。ソフトコンクリートブラシを使っています。ただ盛り上がるだけですね。ストロークからスカルプトリスプロを有効化しますと、ちゃんとディティールが、ソフトコンクリートブラシのディティールが乗るようになっています。サブディビジョンサイズ、サブディバイドサイズを調整すると、さらにはっきりとディティールが乗るようになっています。ワイヤーを見てみるとこうなっています。スカルプトリスプロを使っていると勝手に分割がされています。こんな感じですね。ここでスムースを使うとポリゴン数を均一にできます。どんなポリゴン数でも同じサイズのポリゴンに分割を、再分割をしてくれます。よりこうやって粗くしていくこともできます。これが非常に使い勝手がよく重宝している部分の一つです。これを使いますと、
無理やりムーブブラシで粗いメッシュを引き伸ばしたような汚いメッシュであっても、こんな感じですね。こんなに汚いメッシュでも何の問題もなくスムースできるぐらいに、そのぐらいに強力なスムースになります。ディティールがスムースでなかなか取れないっていうことがあると思うのですが、スカルプトリスプロであればこういったように綺麗に取ることができます。またもう一つ個人的に特にお勧めしたいのが、スネークフックブラシとの相性の良さです。まあ、こういったところは何らかのビデオでご覧になったことがあるんじゃないかなと、ある方が多いんじゃないかなと思いますが、こういったように綺麗に引っ張ることができます。で、特にアルファと組み合わせるのが強力でして、例えばこの丸が並んだアルファを選択してスネークフックを使ってみます。そうするとこのように狙った場所にトゲといいますか、トゲが密集したディティールを生やすことができます。実際にワイバーンでもこのように簡単にトゲを配置することができまして、ポリゴン数を何も気にせずにディティールが彫っていけるという、とても強力な機能に感じています。そしてしばらく使っているとさすがにポリゴン数が増えてきますので、ちょっと重くなってきたなぁと思ったらデシメーションマスターを実行します。 Z プラグインの中にデシメーションマスター、結構昔からある機能ですね、こちらを使っていきます。これでプリプロセスカレントで現在表示しているサブツールについてポリゴン数をリダクションする計算を、事前計算を行います。左側に Z プラグイン出してありますので、こちらからスライダーでポリゴンを残すパーセント、削るパーセントではなく残すパーセントですねを選択しまして、デシメートカレントをするとこのようにポリゴンが一瞬で削れます。まあ、もちろんご存知の方も多いと思うのですが、これが非常に、この組み合わせが非常に強力でして、ぜひともおすすめをしたいワークフローになっています。これでポリゴンが減りましたので、また軽い状態でスカルプトリスを使ってスカルプトをしていけます。スカルプトリスプロに若干こう相性の悪いブラシというのがありまして、ベクターディスプレイスメント。などの一部のブラシはスカルプトリスプロに対応をしていません。このように有効化をしようとしてもグレーアウトしてできないようなものがあります。そういう場合にはスタンダードブラシなど何でもいいのですが、Z インテンシティを0にしてなぞりますと、メッシュに影響、形状に影響を与えずにポリゴン数だけ増やすことができますので、そこにベクトルディスプレイスメントなどの効果を与えていくことで、まあ、何の問題もなくこちらもスカルプトリスプロによって造形がしていけるというようになっています。狙ったところにピンポイントに分割をして、そこにディティールを生やしていくというような使い方をよくやっています。はい、そしてデシメーションマスターを本当によく使うので、私は UI の下の方にプリプロセスカレントとパーセントとデシメーションカレントを配置しておりまして、そこで頻繁にといいますか、気軽にデシメーションができるようにしてワークフローとしています。こういった使い方がとても便利だと感じています。このような繰り返しで、今回の作例の Y バーンはサブディビジョンも Z リメッシャーもダイナメッシュも使わずに完成させることができました。スカルプトリスプロによって本当に楽しくスカルプトをすることができています。ピクソロジックさん、素晴らしい機能を本当にありがとうございます。ここまでの話を踏まえまして、実際に少しやってみます。
この太もものあたりが分かりやすいかと思うので、ここをお見せしようと思います。このようにまだディティールが乗っていない足というのがありまして、こんな感じですね。完成、目指す形はこんな感じにしていこうと思います。15分ぐらいでやっていきます。まず早速、インテンシティが0のブラシで分割をしていきます。分割ができました。ここでチセルクリーチャーブラシというのを選択します。ネックというブラシ、上のペインからネックというのを選択して使っています。なぜネックかはちょっとよくわからないんですが、ドラッグレクト、まあ、こう引っ張っておくやつですね。で、大きな鱗の流れを作っています。少しまばらなぐらいがそれらしいかなと思いますので、結構荒っぽく配置しています。足全体埋め尽くすのではなく、面を残す、あえてディティールがない部分を残していく、そういった形で流れを作って配置をしています。次にスタンダードブラシに切り替えました。スタンダードブラシで真ん中をなぞりますと盛り上がるのですが、ちょっとこれは丸すぎますね。アルファの39番あたりを選択しまして、真ん中なぞっていきますと、まあ、鋭角に盛り上げることができました。スタンダードブラシは造形を残しながらボリューム感だけを変えることができるので、こういった使い方にぜひとも使っていただきたいなと思っています。これで尖りましたが、さらに周りを押さえて造形を強調していこうと思います。インテンシティを下げまして、周りをなぞって、より尖っている感じを出していきます。はい。こうして段差が大きくできたことで、先ほどご説明しましたように、ここには影が大変できやすい状態になってきました。こうしますと、引いた時でもきっとディティールが見えてくれると思います。ソフトコンクリートブラシに切り替えました。これは盛り上げながらディティールを配置できるので、私は非常に好きなのですが、あまり使っている方を見たことがないので、ぜひとも使っていただきたいなと思います。このように大きい鱗とそれ以外の部分をなじませるようになぞっていきます。流れを意識して筋肉、皮膚のたるみのようなものを意識してなぞっていました。が、めんどくさくなったのでスプレーにして全体をまずやってしまおうかなと考えを変えまして、ここで全体にスプレーでソフトコンクリートを使っています。スプレーはこれもあまり使っている人をそんなに見ないのですが、非常に便利だなと思っています。ポリペイントでも非常に重宝しますし、こういった少しランダムな感じの荒れた感じのディティールを作るのには、とても向いたブラシといいますか、ストロークだと思いますので、ぜひともショートカットに入れて使っていただきたいなと思っています。はい、だいたい全体に
見える部分には鱗が配置できたかなと思います。ここでスネークフックに切り替えまして、より大きい鱗を尖らせていきます。隣が引っ張られても、隣の鱗が引っ張られても、この場合はあまり気にせずに、どんどん尖らせていっていますね。やはりシルエットに出ないと造形というのがなかなか見栄えがしにくいですから、こういったようにシルエットが立つような造形、シルエットでキャラクターの性格ですとか設定ですとか与えたい印象というのを表現できるようなディティールを目指して、ここでは尖らせていっています。もちろんこれによって影も落ちやすくなりますので、寄った時、カメラが寄った時、カメラが引いた時、どちらでも情報量になるようにという意図も含めて、ここでより造形を強調をしていっています。ここで少しエッジが硬すぎると感じたので、フレークスブラシを選択しまして、エッジをなぞっています。フレックスはちょっと扱いが難しいと言いますか、あまり素直に動いてくれないブラシだと思うので、敬遠する方が多いというふうに個人的には感じているのですが、逆にそれがランダム感と言いますか、自然な感じにつながることもあるので、私としては積極的に好んで使っているブラシの一つです。先ほどからご紹介使用しているブラシというのは、すべてデフォルトのもの、デフォルトで Z ブラシに入っているものばかりですので、ぜひ皆さん一度使ったことがないものがあればご利用いただきたいなと思います。ここでまたブラシを切り替えまして、ブロップというブラシに切り替えました。これは本当に使ってる人を見たことがないのですが、個人的にはベスト3に入るぐらい好きなブラシです。こう表面をランダムに歪ませていくというか、なぞったところが膨らんでいく、インフレートとはまた違う膨らみ方、歪み方をしますので、これが非常に面白いなと思います。筆圧の強弱とかで、このダマといいますかの出来方をかなりコントロールできますので、狙ったところに歪みが入れられますし、簡単に入れられますので、そういったところがおすすめのブラシになっています。歪みが入るとスケール感、このキャラクターがどのぐらい大きいのかというような情報量にもなってきますし、もちろん寄った時、カメラが近づいた時のディティールとしても役立ちますし、こういった時に使っていけるといいのかなと思います。はい、いい感じに歪んできたような気がしています。次にムーブブラシでシルエットを整えていきます。先ほどご説明した通り、やはりディティールを乗せていると、生き物の魅力としての骨格の流れですとか筋肉の流れが分かりにくくなってきますので、こういったタイミングでそれを骨格の流れ、筋肉の流れというのを元に戻すといいますか、誇張しますといいますか、そういったようにムーブブラシを使っていきます。先ほどまで単調なシルエットだったのですが、筋肉の盛り上がりに合わせて
ディティールのシルエットも変化するように意識して調整をしました。また面の部分にハイライトが入るはずですので、面が綺麗になるように、そこが綺麗じゃないとあまり歪んでいますと質感が見えなくなってしまいますから、面を整えています。こうすることで、また寄った時と離れた時、両方の時に、目に入ってくる造形となっていくと思っています。先ほどより力強くなったのではないでしょうか。ここで皮膚の質感といいますか、たるみといいますかが足りないなと思ったので、ディティールの上から遠慮なくスタンダードブラシでシワを彫っていっています。スタンダードブラシであれば造形を壊すことがありませんから、このように後から気づいた時に追加ができるのが楽でいいかなと思っています。はい、また少し自然な感じになった気がしています。ここでまたエッジが気になりだしまして、再度フレックスブラシでより大胆にエッジを削っていこうと思います。さっきは手加減してたんですが、今度は結構大幅にエッジを削っていきたいと思います。やはりあまりエッジが立っていますと生き物として不自然なものになっていきますので、最初にチセルクリーチャーブラシでエッジの立つものを使ってしまいましたが、後からこうしてなじませていけばそれでもいいのかなと思います。ここはフレックスブラシを折ると押したり押さなかったりしながら、持ったり削ったりをしていますね。こういった使い方は非常に、何と言いますか、素直に動いてくれないんですが、それが逆に味になるのかなという意味で、あえてフレックスブラシを使っています。ここでディティールまで消してしまったので、もう一度ソフトコンクリートを使っています。ここでポリゴン数の限界を迎えました。一つのサブツールあたりに使えるポリゴン数をあえて今回少なめにしてましたので、このようにスカルプトリスプロで分割されたポリゴン数が限界を迎えました。なのでこういった時にはまた先ほどの通りデシメーションマスターを使ってポリゴン数を減らしていきます。現状こんな感じです。こちらが、はい、整理されました。ディティールはかなりの精度で保たれますので、こういった形でデシメーション、リダクションを繰り返しまして、スカルプトリスを使い、またデシメーションを行いという繰り返しによって一つのキャラクターが作っていけます。逆に言うとそれ以外何も作らずにキャラクター一体作れますので、非常にこの機能、スカルプトリスプロというのは非常にハードルを下げてくれた
というふうに私は思っています。膝についでにトゲをつけていきます。ちょっと荒すぎましたね。先ほどのスネークフックです。先ほどとは違うひび割れたようなアルファを適用するとこんな効果になります。非常にお手軽ですね。誰にでも、こうアルファを選びさえすれば誰にでもこの造形ができますという状態になってます。ブラシもアルファも Z ブラシのデフォルトで入っているものです。ちょっと流れを整えまして。はい。まあ、短い時間でやっていますので、まあ、クオリティが出ているかどうかはちょっと別なんですが、まあ、ここからはあとはお好みで作り込んでいくという形になるかと思います。こういった工程を繰り返して、キャラクター1体、Y 版1体が制作されました。Y 版の作例については以上となります。私たちがどのようなことを考えてモデルを制作しているかというのが少しでもお伝えできていればと思います。また少し便利な機能といいますか、私たちが頻繁に使うようなブラシですとか機能ですとかも少しお伝えできていればと思います。何かお役に立ちましたらと思っています。もう一例といたしまして、続きましてこちら、まあ、ちょっとしたネタ程度です、こちらは。マーメイドという作例なんですけれども、マーメイドというからには海の中、特に深海に住んでいるようなイメージで制作した作例になります。翼に密度感のあるディティールを入れたのが特徴かなと思っています。これの作り方、後ほどご説明をします。こちらの作例では2つのお話をしたいと思います。1つ目が先ほどもピクソロジックさんのプレゼンでありました NPR、ノンフォトリアリスティックレンダリングが、まあ、楽しいですよというだけのお話です。まあ、実務に使えるかはまたちょっと別ですね。楽しいですというだけのお話です。2つ目は機能でディティールを盛る例、先ほどの翼を作る例をお伝えしたいと思います。とりあえずこちらはタッチの粗い油絵っぽいレンダリングを試してみました。まあ、アップとかにしてみても結構なんか油絵っぽいというか西洋絵画っぽいというかなんちゃっていい感じになってて、すごい面白い機能だなと思って使っています。こちらはプリセットをちょっとだけいじったぐらいのものですね。今後いろんな新しい形が生まれてくるんじゃないかなと、大変楽しみにしている機能です。で、こちらはイラスト帳に簡単にしてみたやつですね。ターンテーブルも、Z ブラシから簡単にターンテーブルも出せましたので、まあ、非常に、なんと言うんでしょう。今までとは違う Z ブラシの使い方が出てきたなと感じまして、非常に今後のまあ、Z ブラシセントラルですとかの今後の作品がどのように変わっていくのかというのを個人的に非常に楽しみにしています。まあ、こちらよく見ると影が水玉模様になってるんですが、まあ、それがちょっとしたこだわりポイントになってます。実際に設定していくところをお見せするんですが、先ほどピクソロジックさんからはテンプレートをベースに設定をされてましたが、一からやってみたいと思います。まず背景を明るくしてグラデーションも切っておきます。まあ明るいイラストにしたいからというだけの理由ですね。ちょっと白すぎるので抑えます。はい。そしてライトボックスを開きます。ライトボックスから、まあ今回デフォルト、まあ何も設定が入ってないものを選んでますよっていうだけのための場所です。
で、BPR のボタン、ベストプレビューレンダーのボタン、こちらに出してありますので、こちらを押して現状を確認します。まあ、この通り、何の変哲もない、ただのモデルのレンダリングされたベストプレビューレンダーの状態になっています。ここから設定を0から入れていきます。こちらの BPR フィルターズの中から、まあ、F1 のところから順に有効化して設定を入れていきます。まずはシェーディングを消すための設定を加えます。マテリアルシェーディングを選びました。今回はここをテクスチャーの部分にフラットカラーを入れます。まあ、一番わかりやすいかなと思いますので、これでシェーディングがまあほぼ消えました。影は残っている状態ですね。ここで影が黒すぎるので、ベストプレビューレンダーシャドウのところで G ストレングスを1から 0.5 に下げまして、で、こちらフィルターをポチポチっとやると反映されますので、影が少し明るくなりました。次に F2 に設定を入れていきます。F2 を有効化しまして、アウトラインエッジを選択します。ここにありますね。で、スライダーでアウトラインの強調といいますか、強度が調整できます。逆にすると白くなりますね。こういう感じでフィルターは一つ一つ重ねてかけていくことで、まあ、フォトショップのようにといいますか、一つずつ効果をかけていくことができます。今回はアウトラインは青っぽい色にしてみます。次にもう少し淡い感じになってほしいので、ガンマをかけます。ここですね、ガンマ。はい、少し明るくなりました。次に F4 で、ここで先ほどポイントだと言っていた水玉模様を入れていきます。スクリーントーンドット、ドッツというのを選んでいきます。ちょっと慣れてないので迷ってますが、スクリーントーンドッツを入れていきます。基本的にこのように全体にフィルターがかかるものになっていますので、どこにフィルターをかけるのかをここでマスクを切り替えていきます。今回はシャドウを1にすると、シャドウのところにだけマスクがかかるという状態にしました。モディファイヤーズというところから、スクリーンドッツの設定を変えられますので、白い部分を今切りました。この辺は実際使っていただくとどういう設定が可能なのかわかると思います。意外とそんなに難しくないと思いますので、ぜひ使ってみていただくと分かっていただけるんじゃないかなと思っています。最後にドットを、アドにしまして、まあ、ちょっと明るく、まあ、加算ですね。フォトショップの加算と同じです。で、ドットのタイリング数を変えまして、はい、こんな感じになりました。で、ディスプレイスというのをかけるんですが、これマスクを逆転させると背景だけにかかるようになります。で、ディスプレイスっていうスライダーをいじると、それの強度、範囲ですかね、が変わります。ラジアスをいじると、ディスプレイスの流度って言えばいいんですかね。が変わる感じの挙動になってます。ディスプレイスを広げてオパシティを下げてさりげなく散ってる感じにしてみました。まあこれがよくできてるかどうかはともかくなんですが、こういったような形で使えます。意外と本当に難しくないですので、パラメータが多くて最初びっくりするかと思うんですが、ぜひともこういう1から設定っていうのを一度やっていただけますと非常に理解が早いかなと思います。
次にディティールを盛る一例、先ほどの翼ですね、をご紹介します。今、ノンフォトリアリスティックレンダリングでしたので、あえてこの状態だとディティール少なめなんですが、ここにナノメッシュやファイバーメッシュを使ってディティールを盛っていきたいと思います。ちょっと長いので飛ばしますね。これがナノメッシュ用に球体を作ったところです。ナノメッシュの使い方自体はおそらくウェブにたくさんチュートリアルあると思いますので、こちら適用しましたが、調整しても、この時点では、子持ち昆布、昆布にたくさん卵ついてるやつをイメージして、まあ、海のマーメイドって言ってますので、まあ、そういうようなディティールにできないかなと、丸い球体をたくさんナノメッシュでランダム配置しています。ナノメッシュはデフォルトだとメッシュ単位で1メッシュに1オブジェクトになるんですが、ランダムディストリビューションっていうところをいじりますと、そうではなくランダムに配置ができますので、それを使うとちょっと世界が変わるかなと思います。で、ちょっと子持ち昆布だとクオリティが上がっていく感じがしなかったので、ここから途中からナノメッシュの、配置している球体を編集しています。エディットメッシュっていうところを押すと、後からナノメッシュの適用したオブジェクトを編集することができます。こうやって真ん中をへこませてますね、今。本当は G モデラーを使った方がいいと思うんですが、ちょっと今回は簡単にやっています。これ間違えてますね。こんな感じでちょっとフジツボとかそういうのをイメージして形状を変形させていっています。まあ、もちろん MAX マヤで作っていただいても全然構わないと思いますし、 G モデラで作っていただいても構わないと思います。エディットメッシュを解除するとすぐに先ほどの球体から編集後のフジツボにモデルが切り替わりますので、まあ、ちょっと重なりすぎなのでランダムディストリビューションを減らしてランダム配置の数を減らしています。これで、まあ、ちょっと苦手な方もしいたら申し訳ないですが、ボツボツしたディティールができました。まあ、これで先ほどの球体よりも見栄えが単体のディティールの量が多くなりましたので、パッと見での情報量というのはかなり増えたんじゃないかなと思います。ここでサイズや高さを編集しまして、高さに関してはランダムも入れてみたいと思います。ここバリエーションというところをいじりますと高さのバリエーションが出ますので、こういったように低いのと高いのができます。ナノメッシュというのは最初のあたりでご説明した鎖片びらとかそういったところで使っている例が多いと思うのですが、個人的には非常にこういったクリーチャーとかにも使える機能だと思っていまして、ぜひともいろんな用途でナノメッシュご活用いただきたいなと、いろんな可能性がある機能だとお勧めしたいと思ってます。そしてファイバーメッシュを追加していきます。プリセットからフラワーを選びました。長すぎますので、こちらは短くします。でこちら、形状潰れちゃってますので、ツイストを0にして、スリムを0にして、でプロファイル、今板ポリになってますので、六角柱にします。で、セグメントを、横の割りといいますか。を増やして形状が出やすくなりました。で、バイエリアはポリゴンの大きさによって、この、えのきだけの大きさが変わるっていうパラメータですね。それを今無効化しました。で、カバレッジで細さを調整しています。で、レングスで短くしまして、
ちょっと密度が足りないかなと思ったので、MAX ファイバーズで増やしました。で、ちょっと増えすぎてるんで、今減らそうとしています。はい、こんな形で最初の、マーメイドの作例として最初にお見せしたディティールは作られています。もしこれをゲームに落とし込むのであれば、先ほどのプロファイルを6にした六角柱の部分を1のままにしておいて、でそこに後でアルファでこのえのきだけの形状を表現するようなことが考えられます。もちろん、マックスやマヤにスプラインとしてこれを持っていって、マックスマヤで作成したメッシュをこのように配置する。そのベースとしてもこのファイバーメッシュが利用できる。できます。で、最初の、小持ち昆布の状態だと、こんな形で、やっぱりレンダリングしても見栄えがしないなという状態です。四角の部分は、かろうじてそんなに悪くないかなと思うんですけど、引いてしまうと正直ゲームだとこれは見えないので、もちろんこれがいいというケースもあると思いますが、今回は NG としました。で、こちらが、ディティールを変更した状態ですね。富士壺と、えのきによって高さの違うディティールというのを作る。高さが違うというのがポイントになっています。情報量が上がっただけではなくて、2種類の高さの情報があることで、その両方が潰し合わずに、両方共存している状態にできたんじゃないかなと思っています。富士壺の部分はゲームで使うならおそらくベイクをしてしまうことになると思います。で、こちら色をつけた状態ですね。色でもやはり富士壺は明るく目立ちすぎると邪魔な存在になってしまいますので、さりげなく入っている形にしておきつつ、えのきの方を目立たせるというような配色にしてあります。これによってえのきのシルエット、見せたいのはシルエットの方でしたので、シルエットの方に明るい色が配置されてますので、そちらの複雑さにまず目が行き、その後によく観察すると、富士壺の詳細なディティールが見えてくるというように視線を誘導しているつもりです。はい、以上で本日準備してきた話は全てです。では、本日の講演としては以上となります。はい。ご清聴いただきましてありがとうございました。